鈴木純豊だ。これは豊さんがもう無双してたんですよ、うん、これ退場まで行けるかもとか思ってて、はい、入ったお店でドスの選手が決起集会してたんですよ、はい、あら熱くなるの当然なんだろう、いやどっちも男でいい話じゃないですか、豊さんのおかげで、はい、うまい。あ、これちょっとシンプルな質問なんですけど、はい、サッカー選手に聞きたいです。良かったスタジアム、嫌だったスタジアムって聞いてくれって書いてるんですけど、やっぱあるんですか、このやりやすいスタジアムは、あそこなんか嫌だなみたいな。サッカー専用スタジアムはいいですね。それこそ大宮の、ああ近いですもんね。あと福割もいいですし、でやっぱでも大きいスタジアムもやっぱ良かったですね。あの旧国立も便利な時やった、はいはい、やったんですけど、やっぱりなんか、あ、サッカー選手になれたんだなっていうのを思いましたし、はいはい、嫌なところで言うと松本山雅のスタジアムはやりづらかったですね、はい、まあ、そこもちっちゃくてお客さん入るんですけど、はい、山雅って本当サポーター多くて、はいはい、で結構あの何でしょう、年齢層も高いのかな、雰囲気が独特なんですよ、ね、あのこうプレーに対するリアクションとかが、おうおうおう、で そこで盛り上がるみたいなタイミングとかも正直あって、でもで飲まれていくんですよ、だんだん、でそんな大したプレーじゃないのに、ま、山賀のプレーに対してはこう盛り上がるから、おう、なんかいやいやいやって最初は思ってるんですけど、なんかどんどん山賀の選手もこう勢いづいてきちゃって、あれいつの間にか 0-1 で負け取ったわみたいな。実際やっぱそういう話あるんですね。ちょっとスピリチュアルな感じであれなんですけど、いやいやいや、でも山賀は不思議なそのスタジアムの力は感じました。あ、なんか僕ら一般人からするとなんか浦和レッズがやっぱサポーターが多いじゃないですか、はい、だからそんなイメージかと思ったんですけど、そうで相当、まあ、山賀もあのスタジアムのその観客率で考えたら相当ホームに集まりますもんね、はいはいはい、浦和はね、あの僕がアビスパの時サイスターでやったんですけど、 あんまり入ってない試合だったんで、あ、逆に多分サイスターがこう5万人以上入って、で浦和のサポーターもたくさん来てる時っていうのは多分すごかったんでしょうけど、それ僕経験できなかったんで、 あんまり、そうですね、サイスターとかよりは山形とかの印象です。いや、これもサッカー専門チャンネルにしたいから、ね、結構貴重というか、選手しか分からないですね。話聞けてますよ。いや、本当ありがたいな。急にチャンネルが変わりました。これね、現役時代我慢してたことってあるんですか。我慢してたことはもう晩酌ですか、ね、一応お酒好きなんですけど、あの、なんていうかね、練習、試合の前の日とか、はい、サッカーがある前の日は基本的に飲まないようにしていたので、はい、で、お酒飲みたいなっていう、好きなので、はい、飲みたいなっていう日はもうできるの、まあ今はやめたんで毎日飲んでるんですけど、さすがにちょっとセーブはしてましたね。はい、若い時は、まあ、20代の時までは、まあ付き合いで食事に行った時に飲む人がいれば一緒に飲んで、で練習次の日平気でできてたんですけど、30超えたらちょっとお酒の残り方とかも変わってきてて、で30歳を超えてからはちょっとあの平日飲むのは完全になしにして試合の後だけにしてました。やっぱ印象通りすごい真面目なんですね。その矢沢選手を見てもそうならなかったんですよね。普通これがありなんだと思ったら俺もカツオン食うぞってなるじゃないですか。それはやっぱ思わないですね。あの、まあ、レベルがあの、なんですかね、すごかったんで矢沢さんとか、まあ、タボミス選手も、はい、じゃあ自分は普通にそういうとこじゃないところでも勝負してやっていかないとダメかなって、こそこそせこせこやらなきゃなって思ってたんで、そこはあの、やっぱ上の その人たちがすごすぎたんで、自分はそういうことやってる場合じゃないっていうふうな考えでした。これね、ちょっとこのいい話の流れで切り込んじゃいけない話なんですけど、はいはい、もう一個必ず出てくるのがあるじゃないですか、はい、僕ももちろんその人は、ま
これはね、焚き付けるとかなくて、やっぱレオザって出るんですよ。ああ、はいはいはい。それがやっぱり、僕はワールドカップ前に彼を初めて知ったんですよ。はい、で、なんか、はい、もちろん彼、サッカー選手じゃないっすよね、多分。今、監督をしているんですよ。え選手。監督してるんですか、あの人。なんかサッカーチームを。なんかまあ、戦術オタクみたいなイメージなんですよ。はいはい、で、なんかちょっとやり合ったんですよね、多分。言いたくなかったらいいですか。いや、それも。ちょっとビール継ぎます。ありがとうございます。これで、多分、拡散能力がないんで、ただ、真実を一回、はい、言っていただくっていうのは大事なことだと思いますし。さっきのね、豊田選手のね、はい、話とも。で、それも、はい、自分なんですよ、発端は。いつも発端なんですよ。発端で、友達の、店で、はい、サッカーチャンネルを見てた時に、まあ、飲みながら、はい、その、なんか、バルサのことを喋ってたんですかね。で、この酔っ払ってて、ね、レオザさん見たことなくて、はい、誰だろう、この人みたいな。で、なんか、すごい語って、結構、ズバズバ言うじゃないですか。うん、はいはい。で、なんで、こんな、サッカー選手でもない人が、バルサのことけなしてるんだ、みたいな。バルサ好きなので、はい、で、まあ、アホですよね、インスタグラムで、なんか、この、誰だ、この人は、みたいなのを、プライベートの方の、友達しか繋がってない方で、やってったと思ったら、公式の方、自分の、サッカー選手、鈴木純としてやってる方で、はい、しちゃってて、はい、で、その後は、まあ、普通に家帰って寝て、起きたら、通知がすごいことになってて、で、見たら公式の方で開けちゃってて、はい、マジかって思って、で、そっから、あっちも反応してくれましたよね。はい、反応してくれて、で、アビスパの分析とかの動画上げて、で、うわぁ、やっちまったなって思って、で、それも、結局、あれですね、自分がやっちまった人だったんで、まあ、まあ、申し訳ないなと思いましたし、で、そう思いました。はい。で、ちゃんと、それ謝ったりとかしてないんですけど、まあ、でも、自分もフォロワーがすごい増えたりとかしてて、そういうおかげだったんで、ちゃんとは、まだ謝れてないんですよ。決起集会向こうはやってないでしょ、どっかのタイミング見つけて。いや、でも、それは本当、申し訳ないなって。思いました。でもあれなんですよ、僕は今もちろん吉本興業に所属はしてないんですけど、はいはい、やっぱ吉本の当時のこう仲間だったり、はい、後輩とかこういろんな人聞くんですけど、はい、やっぱ吉本でも今ツイッターとか、はい、絶対酔っ払ってすんなって言われてるんですよ、はいはい、で僕もディレクターに前ちょっと中、まあ、怒られてるのは注意こう酔っ払って空手のおじさんからですけど、はい、空手のグループラインに当時喧嘩してた後輩のことがグワーいったんですよ。で次の日起きたら、俺、ここまでやってる、ここまでって思った時あるんですよ。だから、やっぱ寄った時って、感情も出ますし、はい、いや、わかりますよ。やっぱその、選手って絶対に、僕らは空手でもそうですし、サッカーも一応小中レベルでやってたんで、はい、選手へのリスペクトがあるんですよ。はい、格闘技なんかさらにそうですし、はい、こうどんだけ痛いか知ってんのかとか、はい、こう、見てても、ヤジとかでも、もう、空手で僕らおじさんからでもヘロヘロになるんですよ。もう1分半やった延長とか言ったら、はいはい、いやー、待ったらもうやったことな、ないから絶対言うんだろうな、はい、そのお気持ちは本当にあります、はいはい、そう、まあ本当に必要なかったですね。サッカーって別に意見とか考え自由だし、で動画見るとあ理にかなったことは 言ってるんですよね。あ、いや、分かります。とんでもないことを言ってるわけじゃなくて、分かります分かります。なので、まあ、本当、理論の一つで、あるなって思ったりするので、本当、ただ酔っ払って、あとは自分の大好きなバルサを批判されてっていうだけで、やっちゃったんですよね。当時は、バッシングとかの方が多かったんですか？リアクションとしては。半々でした。その時は半々。応援してくれる。でしたね。応援してくれる人もいた。そう、なんか、まあ、よく言ってくれたみたいな。そう、なるほど。系もいれば、うん、マレオザさんのファンの人からは、なんか J1 のトップでもないくせにみたいなのとかはありましたよ。あのですね、これ今回のある騒動も初手
一歩目間違うみたいなのあるじゃないですか、はい、あの売り言葉に買い言葉で、うん、はい、よくあのもう僕ももう54歳ですのであんまり喧嘩がないままこのまま過ぎていきたいんですけど、たまに喧嘩で言い過ぎた時に誰に言ってんだみたいなこと言うバカいるんですよ、うん、それってもう誰に言ってんだの時点でこっちもしっかりさばいてバーンいけるんですけど、誰に言ってんだっていう時点でもう喧嘩になってんだから、はい、お前言ってんに決まってんだろバカみたいなこと、お前以外誰いんだよって言ってやるんですよ、はい、でも誰に言ってんだよって言ってるやつちょっと調子に乗ってるんですね、はい、でそれと一緒で初手でですね、はい、知らないこの人みたいなこと言っちゃったから、向こうが逆に、お前のことも選手だけど知らねえみたいなことが言ってるんですけど、俺はこれね、そんだけあなたね、サッカー2だったらね、鈴木純のことしてたと俺は思うよ。アビスパ福岡全体のことを一切見たことないサッカーファンやったら知らんと思います。海外サッカーしか僕は見てないっていう人たまにいるじゃないですか。あの、J リーグあんま見てない。そういう人は本当にいると思うんですよ。でも、アビスパ福岡で鈴木純知らない人いないと思うんですよ、当時、はいはい、言っても、はい、絶対に、はいはい、そこちょっと、まあ、こっちは知らんって言ったから、はい、向こうにちょっとカウンターパンチしちゃったんですね。このまま借りて本当大変失礼しました。いや男ですよ、すいません、僕も煽るつもりもないですし、本当にすいません、僕もあのレオザさんに全くあの何もないですよ、あのないもないですし、ただただ、まあ、ちょっと面白いおかしく喋ってるだけで、はい、いやすごいですね、やっぱあの人格者ですね。いやいや、そんな人格者はそんなこと起こさない。僕はもう必死で回収しようとしてるけど。そろそろまとめに入らなきゃいけない。本当はもう聞きたい話、すみません、タック20分ぐらいのうち、俺3つぐらいしか聞けてないですけど、でもまあ、インタビュアーとしてはすごくいい話、いい話いっぱい聞かせていただいたと思いますし、はい。あの、レオザさんとはどっかでね、一回本当お会いしてください。そうですね。それをシャギチャンネルでやりたいんですか、シャギチューブが。あのレオダさんに突撃。突撃。突撃は問題です。言い方がちょっとよくない。一応ちゃんとあの、素性通して。そうでしょ。いや、突ってもいいかもわかんないですけどね。最後にですね、はい、なんかあの、告知というか、今後の、これは最後聞きたい話でもあったんですけど、ね、今後のご活動というか、何かお考えでく、あの、いらっしゃることあるんですか？今後はもう今、本当今、関東来てるのも、就活中で。お同社っていうよりかは、スタジアムを満員にするために、どんなことが必要かっていうのがすごい興味があって、で J リーグがすごい人気、まあ30年以上やってでファンも増えましたけど、やっぱり常に満員ではないじゃないですか、うん、はい、実際そうですよね。ってなると、まあやっぱ満員になるとすごいいいことがたくさんあるというか、やっぱスタート地点にまた立てると思うんですよ、うん、そうしたらあの選手も満員の中でプレーするっていうのはサッカー選手の醍醐味だし、それだけ人が集まる価値がある場所っていう意味で、いろんなまたあのそこにお金が生まれたりとかっていうところがあると思うので、とにかくスタジアムを前にするためにサッカーじゃないところでこうどんな活動ができるのかっていう仕事をやりたくて、で今でサッカーに限らずスポーツ、まあ、ラグビーバスケも好きなの で、はいはい、でそれ日本のスポーツ、まあ、進化してきてますけど、常に満員かって言ったらそうじゃないので、うん、それを、そこにチャレンジしていきたい。いや、素晴らしいですよ。なんかドリブルを研究する商売を、松井大輔さんがやられるとか、言って、はいはい、なんかテレビか、YouTube かな、はい、なんかで拝見したんですけど、はい、スタジアムを満員にする、その、プロジェクトに、関わっていきたい。まあ、やっぱアビスパからですかね、まずはね。今そう広なんかいろんな可能性を探って、うん、競技決めずに、うんうん、まあ、エンタメをどうやって作るかっていう意味だと他の競技からも学ぶことがたくさんあると思うし、スポーツじゃないのかもしれないですし、それをサッカーからちょっとピッチじゃないところで頑張りたいなって思います。そのドリブルを研究することももちろん大事な要素の一つだと思いますし、だからそういうのができる人はできる人に任せてというか、じゃあ自分は違うところでっていう考えです、ね。いや、すごい。こんな人格者なのに酔っ払ってインスタグラムで友達だけのアカウントと思ったら違かったり、ちょっと豊田選手イライラさせたりとか、はい。いや、でもこんな明るい時間から飲めて、
レオナさんにも謝りましたし、はい、そうですね、拡散能力、まあ、ハッシュタグレオナぐらいをつけておきますし、はい、本当にぜひぜひ、あの、まね、シャギチャンネルでぜひ、はい、続編どうなったか知りたいです。突撃して、その結果をここで報告しました。その時はビールぐらい終わりますよ。今日本当にありがとうございました。すいません、貴重なお時間。ありがとうございました。